ご公務に真摯に向き合う、敬宮殿下のお姿と、その思いとは。5月11日、敬宮殿下が初めて単独でのご公務に臨まれました。その際、訪れた場所で、とても高いレベルの質問をされるなど、ご公務に対する熱心な姿勢が垣間見えました。一方で、秋篠宮家の次女の佳子さまがあるご公務で取られた行動には、責任感に欠けるとの声が上がり、天皇陛下も驚かれて苦笑いされるなど、不適切な振る舞いをされていたようです。今回は、敬宮殿下と佳子さまのご公務に臨むご様子や、振る舞いについてお話しします。2024年5月11日、敬宮殿下は、初めての単独ご公務として、東京都千代田区の国立公文書館をご訪問されました。この国立公文書館では、夢をテーマとしており、源氏物語や国立公文書館所蔵の注釈書を中心に、平安文学に関する資料が多数展示されています。なお、和歌山物語では、夢が神仏からのメッセージであることや、亡くなった人からの伝言であること、そして不思議な力を持つものとして描かれているそうです。これは当時の信仰や文化の一端を示すものであり、これらを理解することで、平安貴族の精神世界に触れることができます。敬宮殿下は午後6時過ぎに国立公文書館に到着されました。そしてマスク越しにもわかる笑顔で微笑まれ、調査員にご挨拶をされました。敬宮殿下は国立公文書館で平安文学の源氏物語や枕草子などの貴重な資料をメガネをかけて熱心にご覧になったそうです。そして、敬宮殿下から非常に高度な質問が調査員に投げかけられたのです。敬宮殿下は学習院大学で日本文学を学ばれていたこともあり、その深い知識が伺えました。江戸時代に記された源氏物語の注釈書である紀元書についての説明を受けられた敬宮殿下は、江戸時代は源氏物語の写本が充実していたのですね。先行研究の古月商は、源氏物語の写本として有名ですが、古月商と紀元商の関係性は、と質問されていました。実は、この紀元商は、国立公文書館と東北大学にしか所蔵されておらず、非常に希少な注釈書なのです。また、敬宮殿下は、注釈書としての論拠は、確かなものなのでしょうか？また、どのくらいの期間をかけて作成されたのでしょうか？などと、非常にレベルの高い質問を、次々と投げかけられていたのです。敬宮殿下は、単に質問されるだけでなく、専門的な内容を尋ねられており、説明を担当された調査員の星さんも驚かれたそうです。星さんは、源氏物語の注釈書で、江戸時代のものと考えた際、すぐに古月商を挙げられたことに驚きました。やはり、非常に勉強熱心な方だという印象を受けましたね、と語っていました。学習院初等科の頃から、古典文学にご関心をお持ちだった、敬宮殿下は、初等科6年生の時に、藤原道長をテーマとした、歴史研究レポートを提出されています。また、学習院高等科の卒業時に提出されたレポートでは、平安時代の猫と犬、文学作品を通して、というテーマで執筆されました。しかも、このレポートには、400字詰め原稿用紙、30枚以上という、文字数の基準がありました。しかし、敬宮殿下は、その基準を大幅に超え、60枚近い枚数で、レポートを作成し、提出されたのです。そして、学習院大学では、文学部日本語、日本文学科をお選びになり、進学されました。源氏物語、新古今和歌集、宇治周囲物語、平家物語などの中世文学だけでなく、奥の細道といった近世文学まで、敬宮殿下は幅広く学ばれたそうです。このように広範囲に学び、真剣に取り組んでこられた、敬宮殿下だからこそ、このような高度な質問をすることができたのでしょう。また、敬宮殿下が大学2年生の頃には、ご自身が提出されたレポートが、授業の中で参考例として取り上げられることも、たびたびあったのだとか、さらに、ご公務の中でも、垣間見えた質問力について、宮内庁関係者は、以前、敬宮殿下が履修されていた授業で、課題図書を読み、自分の中で生じた疑問を質問としてまとめるという課題が出されました。その際も、利宮殿下が提出された質問が、授業で取り上げられたそうです。ちなみに、その質問の内容は、他の学生では思いつかないような適切なものであり、鋭い指摘だったのだとか、担当教授も感心されていたと聞きました。また、その質問は鋭いだけでなく、文章も丁寧で、利宮殿下の優しいお人柄が伝わってくるようだったとも聞いています。と語っていました。また、今回の初めての、利宮殿下を一人で実施された、単独ご公務について、皇室担当記者は、利宮殿下は、大学の授業で、熱心に平安文学を学ばれてきました。そのため、改めて平安文学に、深いご関心をお持ちな方だと感じました。また、ご公務の内容について、ご自身で十分に事前調査をし、理解された上で、ご臨席されています。ご公務中に、利宮殿下から調査員に投げかけられたご質問も、展示についての知識があったからこそ、出たものだと感じられました。ご両親である、天皇皇后両陛下も、ご公務に向かわれる前には、関連資料を熟読されているとのことです。利宮殿下は、このようなご両親の真摯な姿勢を引き継いでおられるように思いました。と語っています。また、利宮殿下の説明役を務めた調査員の星さんは、非常に勉強熱心な方でなければ、あのような高度な質問はできないと思います。高度な質問ばかりされ、私の方が緊張した場面もありました。学習院大学をご卒業され、日本赤十字社にお勤めと伺っておりますが、大学院、修士課程以上の知識をお持ちではないかと感じました、と語っています。利宮殿下の平安文学についての知識は、説明役である星さんを緊張させるほど素晴らしいものであり、非常に高いレベルなのですね。ちなみに、利宮殿下は、初めての単独ご公務に関して、夢を通じて平安貴族の精神性に触れることができました、とお話しされています。そして、利宮殿下が国立公文書館をお去りになる際、館長は、ぜひ、また足をお運びください、と伝えました。すると、利宮殿下は、はい、ぜひ、近くですので、すぐに来られます、と微笑みながら、手振りを交えて、お答えになりました。国立公文書館は、皇居の道を挟んだ、向かい側にあります。ちなみに、利宮殿下が、通勤などでお使いになっている門のすぐそばに、国立公文書館は位置しているそうです。今回、案内と説明役を担当した星さんは、この利宮殿下のお言葉を間近で聞いていたそうで、非常に喜ばしげに、私も昔から興味を持ち、好きでこの研究分野に入りました。そのため、このような分野について、熱心に耳を傾けていただけることは、大変嬉しいことです。恐れ多いことですが、利宮殿下と共に、日本文学について考える、有意義な時間を過ごさせていただき、本当に光栄に存じます。また、お別れの際に、すぐにとおっしゃりながらジェスチャーされていたのは、とても愛らしかったです。失礼ながら、私は笑ってしまいましたが、利宮殿下は、笑顔でお答えくださいました、と語っていたのです。また、利宮殿下の初めての単独ご公務については、ニュースでも大きく報じられており、国民からは、素晴らしすぎる、本当に聡明な方だ。知性と品格が滲み出ていて、とても魅力的な方だ。努力も当然あるはずだが、本当に頭脳明晰な方、というような称賛する声が多く寄せられていました。また、利宮殿下が今回のご公務でお召しになっていた服装についても大きな話題になりました。優しく柔らかな印象のデザインであり、オールホワイトのセットアップをお召しになった利宮殿下。そんな利宮殿下のお姿に、往年の皇后陛下のお姿を思い起こさせるという声も上がっていました。ちなみに、お母上である皇后陛下も、しばしばオールホワイトの装いをされています。タイトスカート姿が多い皇后陛下に対し、利宮殿下は、フレアスカートが多い印象です。また、利宮殿下がお持ちになっていたバッグには、興味深いエピソードがあるようです。実は若い頃の皇后陛下も、今回のご公務中に、利宮殿下がお持ちになっていたバッグと、よく似たものをお使いになっていました。このことから、利宮殿下が今回お持ちになっていた白いバッグは、皇后陛下から譲り受けたものではないかと、推測されているのです。初めての単独5公務であり、不安や緊張でいっぱいの中、皇后陛下から受け継いだバッグを使用していたとすれば、とても心強かったことでしょう。今後、5公務に取り組まれる機会も増える、寿宮殿下のファッションにも注目が集まりそうです。また、2005年2月に45歳のお誕生日を迎えられた天皇陛下は、記者会見にて3歳になられた寿宮殿下の教育方針についてお話になりました。当時、皇太子だった天皇陛下は、愛子という名前の通り人を愛し、そして周りの人からも愛される人間に育ってほしいと願っています。そのためには、まず私たちが愛情を注いで育てることが重要でしょう、とおっしゃっていました。そして、天皇皇后両陛下は、寿宮殿下を温かく見守り続けられたのです。やがて時は流れ、2021年12月、寿宮殿下は20歳になられました。成年会見で、寿宮殿下は、天皇皇后両陛下は、これまで愛情深く、大切に育ててくださいました。また、どのような時も、最も身近で支えてくださいました。これからは、成年皇族の一員として、一つ一つの任務に誠実に向き合い、私のできる限り、天皇皇后両陛下をお助けしていきたいと考えております。とおっしゃいました。22歳になられた寿宮殿下は、さらに頼もしくなられ、天皇陛下と皇后陛下に似てこられたのではないでしょうか。また、3年ぶりに行われた2023年の新年一般参賀では、寿宮殿下が成年になられて、初めてご出席されました。天皇皇后両陛下をはじめとした皇族方が、次々と長和殿のベランダに、お姿を現されたのです。ちなみに、寿宮殿下は、母上である皇后陛下の隣に、お並びになりました。また、寿宮殿下の父上である、天皇皇后両陛下の63歳のお誕生日を祝う、2月の一般参賀では、皇后陛下と寿宮殿下の所作が、素晴らしく一致していた様子に、多くの人々が驚きました。白い手袋と扇子の持ち方は全く同じであり、腕の曲がり具合や腕の位置などもほぼ同様に見えました。父上である天皇陛下の大切なお誕生日の行事に向けて、母と娘で入念に準備されていたことが伺えますね。また、寿宮殿下が母上である皇后陛下をどれほど敬愛されているかが伝わってきました。そんな寿宮殿下は、今年の4月に日本赤十字社の嘱託職員としてご就職されましたね。ちなみに5月15日には全国赤十字大会が開催されました。今大会では長年の活動や寄付で赤十字社を支えた方々や団体に対して皇后陛下が友好賞を授与されました。現在も激しい紛争が続くパレスチナ自治区やガザ地区での国際救護活動に従事した看護師らの活動報告がなされた際、皇后陛下は深く感銘を受けられたご様子でした。ちなみに、日本赤十字社の名誉総裁は、代々、皇后陛下が務められています。日本赤十字社は、皇后陛下が名誉総裁を務められる唯一の団体です。そのため、全国赤十字大会に、皇后陛下がご臨席されたのです。また、日本赤十字社の一員として、お勤めの寿宮殿下は、会場を訪れた方々の案内係をお務めになっていたそうです。ちなみに、東京都渋谷区の明治神宮会館で開かれた、この大会の会場には、全国から会員やボランティアの方々、約1600人が集まったとのことです。そのような中で、寿宮殿下は、日本赤十字社の職員の一人として、案内係をお務めになったのです。名誉副総裁を務める秋篠宮殿下のお妃である紀子さまや他の皇族方もこの大会にご出席されていましたが、寿宮殿下は皇族の方々の案内役ではなかったようです。そのため皇后陛下と寿宮殿下が直接お会いになることはなかったそうです。しかし皇后陛下は愛子がスタッフとして従事したことを大変嬉しく思っております。とおっしゃっていました。また、この日の皇后陛下と寿宮殿下について、ある皇室担当記者は、寿宮殿下が現場に入られたのは、式典が始まる約3時間前の午前8時頃でした。まずは当日の業務について説明を受けられたそうです。毎年の全国赤十字大会と2年に一度開催されるフローレンス・ナイチンゲール記章授与式は天皇陛下がご参加されることはなく、皇后陛下の単独ご公務となります。そのため、お車には皇后旗が掲げられるなど特別な機会となっているのです。と語っていました。このように皇后陛下が単独でお務めを果たされるという貴重な場に、敬宮殿下はスタッフとしてご参加されたのです。母と娘の初めての共同作業であり、歴史的な日となりました。また近年では、皇族の方々の数が減少しています。そのため、秋篠宮家の次女である佳子さまも、多くのご公務をお務めになっているのです。2024年5月25日、佳子さまは国際親善のため、ギリシャをご訪問されたのも、大きな話題となりましたね。このように様々なご公務に励まれている中でも非常に珍しいご公務がありました。2023年9月、天皇ご一家は都内の百貨店で開催された日本伝統工芸展をご訪問されました。その際に出迎えたのは日本工芸会の総裁を務める佳子さまでした。そして天皇ご一家は佳子さまが直接総裁賞として選出された漆塗りの箱の前へ移動されました。この時佳子さまは、敬宮殿下の隣にお並びになると、それに天皇陛下が気づかれ、笑いが起こったのです。そして、天皇陛下が、佳子ちゃん、何かご説明はありますかと促されたそうです。天皇陛下が、佳子さまを、佳子ちゃんとお呼びになったことに対して、国民からは、新鮮で、微笑ましい印象を受けます。とても親しみやすい方だと感じました。見た目にも優しそうな方という印象です。天皇陛下だけでなく、皇后陛下と敬宮殿下も品格がおありですね、という声が多く寄せられていました。しかし、この場面は必ずしも温かい雰囲気ばかりではありませんでした。この展示会で佳子さまは、天皇ご一家へ展示品のご案内と解説をする役目を担っておられました。しかし佳子さまは、天皇陛下の隣から、敬宮殿下の隣へとお移りになったのです。そして、その行動に、天皇陛下は驚かれ、周囲をご覧になっています。ちなみに、この佳子さまの行動は、天皇ご一家へのご案内と、解説役の責務を放棄したとも受け取られました。この行動に対して、メディアでは、周囲から笑いが起こったと報じられていましたが、実際には、佳子さまの役割放棄に、天皇陛下は苦笑いされてたと言われています。そのため、実際の公務中の雰囲気は、決して和やかな場面とは言えませんでした。そして、この状況を察知された天皇陛下は、佳子ちゃん、何かご説明はありますかと、佳子さまにお声をかけることで、その場を取り繕ろうとされたのです。このような対応は、天皇陛下のお優しさの表れでしょう。しかし同時に、佳子さまが総裁としての役割を適切に果たしているかを確認する意図もあったかもしれません。また、この日の佳子さまのお召し物に対しても、国内外から批判の声が上がっていたのです。皇后陛下と敬宮殿下は、伝統工芸品を引き立てるよう配慮され、淡い色調のお召し物でした。皇后陛下はオフホワイトのセットアップを、敬宮殿下はクリームイエローのセットアップでご来場されていたのです。どちらも上品かつシンプルなデザインのお召し物で、落ち着いた色彩であったため、伝統工芸品を引き立てていました。ちなみに皇后陛下は、鮮やかなパステルカラーからワントーンコーデまで、幅広いお召し物をお選びになりますが、ご公務の内容や TPO に応じてお選びになっています。このようなことを踏まえた上で、佳子さまのお召し物を見ると、青と緑の鮮やかな色彩をお選びになっていました。そのため、工芸品の魅力を引き立てる配慮に欠けているという印象を与えてしまいかねません。一方、敬宮殿下は、華美なお召し物を避け、素晴らしい配慮をされていました。これは、母上である皇后陛下から受け継がれたものと言えるでしょう。これからも、ご公務に励まれる、敬宮殿下のお姿が期待されますね。今回ご紹介したことについて、海外から多くの反応が寄せられていますので、その一部をお伝えします。愛子さまは、お母上に似て、非常に聡明な方ですね。読書がお好きとおっしゃっている愛子さまは、様々な本を読むことで、知識を広げているのでしょう。愛子さまのお姿は、とても神々しいですね。愛子さまは天皇皇后両陛下から素晴らしい教育を受けられたからこそ、あのように素晴らしい方に成長されたのでしょう。天皇ご一家は皆様素晴らしい方ばかりですね。ご両親から着実に品性を受け継いでいる愛子さまこそが、次の天皇にふさわしいのではないでしょうか、といった声が寄せられました。日々お仕事に、ご公務に、と日々懸命に励まれている、寿宮殿下。そんな寿宮殿下は、今後も輝かしいお姿を見せてくださることでしょう。これからも、寿宮殿下のご活躍が楽しみです。異国で両陛下を陥れた、まさかの出来事とは。皆さんは、天皇皇后両陛下が、イギリス訪問の最終日に、思いがけない事態に巻き込まれたことをご存知でしょうか。6月28日、皇后陛下は、オックスフォード大学のクリストファー・パッテン総長より、名誉法学博士の学位を授与されました。伝統的な赤いアカデミックガウンと、黒い帽子をまとった皇后陛下は、にこやかに授与式に参列されました。このイギリス滞在最終日、オックスフォード大学に向かう途中で、ある予想外の出来事が発生したのです。この日、一体何があったのでしょうか。6月28日の両陛下のご訪問内容や、皇后陛下の輝かしい経歴にも触れつつ、詳細にご紹介いたします。6月29日、天皇皇后両陛下は、4日間にわたるイギリス訪問を終えられ、無事帰国の途に就かれました。故、エリザベス女王陛下からの招待から、4年の歳月を経て、ついに実現した公式訪問でした。天皇皇后両陛下も、この訪問への思いは、並々ならぬものがあり、大変感激されていたようです。イギリス滞在最終日、前日に行われた記者会見で、天皇陛下は、次のようにお話になりました。懐かしい場所に戻ってきたという印象を強く持ちました。多くの方からお帰りなさい、ウェルカムバックと声をかけていただき、本当に嬉しく思いました。雅子にとっても、イギリスは思い出深い地ですので、今回二人でここに立てたことを、とても幸せに感じています、と語られました。最後の訪問先であるオックスフォードを前に、天皇陛下も感慨深く、胸の高鳴りを抑えきれなかったことでしょう。今回のイギリス訪問では、皇后陛下は予定されていたすべての行事に、ご出席になりました。特に、公式行事が行われる、6月25日を前に、皇后陛下は少し緊張されていたようです。今回は全ての公務をこなせるよう周到な準備をなされていました。25日の公式行事に関して関係者は次のように語っています。昨年のインドネシア訪問には同行しなかった主治医が今回は帯同しています。また、イギリス到着直後の23日と24日は休養に充てられました。これらは25日の重要な公式行事に万全の状態で臨みたいという皇后陛下の強い意志の表れだったのかもしれません。25日は、ホースガーズパレードでの歓迎式典への出席後、バッキンガム宮殿でのチャールズ3世国王主催の昼食会、ウェストミンスター寺院での無名戦士の墓への献花、チャールズ3世国王夫妻主催の晩餐会が予定されていました。この日の公式行事は約11時間に及ぶため、皇后陛下になられてから最も長い一日となったのではないでしょうか。25日は公式行事が目白押しで長丁場のスケジュールでした。そのことをご承知だったせいか、歓迎行事の会場に到着された際、皇后陛下は少し緊張されたご様子でした。しかし、晩餐会の頃には完全にリラックスされている印象を受けました。この日は公式行事である晩餐会だけでなく、より私的な形式の昼食会も開かれました。これについて関係者は次のように述べています。円卓を囲む形式で、皇后陛下はチャールズ国王と同じテーブルに着席されました。取材も設定されておらず、和やかな雰囲気でした。皇后陛下がイギリス王族の方々と言葉を交わす中で、打ち解けていく様子が印象的でした。実は、この昼食会は、26年前に、上皇后両陛下が国賓として、イギリスを訪問された際には、行われなかった行事です。皇后陛下にくつろいで、イギリス滞在を楽しんでいただきたいという、イギリス王室全体の心遣いだったのではないでしょうか。天皇皇后両陛下は、チャールズ国王夫妻と贈答品を交換されました。天皇陛下は、国王に輪島塗の漆器を、皇后陛下はカミラ王妃に佐賀錦のハンドバッグを贈呈されたそうです。関係者によると、チャールズ国王からは、金銀製のペアタンブラーとスコッチウイスキー、カミラ王妃からは、皇后陛下のお印であるハマナスを描いた特注の扇子が贈られました、とのことです。両陛下は、これらの貴重な贈り物や、くつろいだ雰囲気の昼食会、イギリスへようこそお帰りなさいという温かい言葉など、イギリス王室から最高のおもてなしを受けられました。そして、皇后陛下は最後の訪問地、オックスフォードにて、締めくくりの贈り物を受け取られたのです。オックスフォード大学から名誉法学位を授与されたことは、皇后陛下にとって大変喜ばしい出来事だったに違いありません。皇后陛下は外務省時代、オックスフォード大学のベイリオールカレッジに1988年から約2年間研修生として留学されました。ハーバード大学では数理経済学を専攻されていましたが、オックスフォード大学では国際関係論を学ばれたそうです。しかし、修士論文の執筆中だった1990年に皇后陛下は帰国を余儀なくされました。外務省から日本へ戻るよう呼び戻されたのです。何事にも真摯に全力で取り組まれる皇后陛下にとって、このことは大きな心残りとなったことでしょう。当時、皇后陛下の修士論文を指導したのは、国際政治学者のアダム・ロバーツ名誉教授でした。彼は皇后陛下が外務省の在外研修生として留学した際の恩師であり、天皇陛下とも親交があるそうです。ある週刊誌の取材に対し、ロバーツ名誉教授は次のように語っています。皇后陛下の研究テーマは、外交官としての将来を見据えた専門性の高いものでしたよ。また、皇后陛下が外務省から呼び戻されたことについて、修士論文の指導を担当したルーカス・チュカリス教授は以下のように述べました。皇后陛下は優秀で、単に頭が良いだけではありません。非常に性格が良く、彼女が私の教え子でなければ、尊敬という言葉にふさわしい人物だと思います。修士論文のテーマは、日本政府によるアメリカ製航空機の購入でした。外務省からの呼び戻しにより、論文の執筆を途中で断念せざるを得なかったのは、残念でした、と答えています。教授の発言にある、アメリカ製航空機とは、当時話題となっていた、次期支援戦闘機のことです。皇后陛下は外務省職員として日米共同開発に至る外交プロセスに関心を持っており、そのため論文のテーマに選ばれたのでしょう。さて、この留学中の重要な時期になぜ皇后陛下は外務省から呼び戻されたのでしょうか。関係者の話によると、当時冷戦終結などを背景に牛肉や柑橘類の貿易自由化などをめぐって日米関係が難しい局面を迎えていました。そう、日米貿易摩擦が課題となっていたのです。そのため、日米間の経済関係に詳しい人材が本省に集められており、当時、若手の中でも注目を集めていた皇后陛下に白羽の矢が立ったのです。ということです。また、国際政治経済情報誌の編集長は、こう語っています。皇后陛下は北米局、北米第2課長から高い評価を得ていたそうです。他の省庁からオックスフォードに留学していた官僚たちの間でも、彼女はとても熱心に勉強していると、その努力が噂になっていました。そのような優秀な人材なら、早く呼び戻そうという流れになったのかもしれませんね。このように高く評価され、将来を期待されていたために、外務省から声がかかったのです。こうして、皇后陛下は修士論文を完成できないまま帰国されることになりました。帰国後、皇后陛下は1990年に日米貿易摩擦問題に取り組み、当時来日したアメリカのベイカー国務長官やヒルズ通商代表の通訳を務められました。本省の期待通り、皇后陛下は日米間の問題の最前線で活躍されたのです。皇后陛下は外務省時代から将来を有望視されておりましたが、それ以前から聡明な皇后陛下の姿は人々の注目を集めていました。皇后陛下がどのようなキャリアを積んでこられたのかご紹介いたします。皇后陛下は外交官である小和田久志さんの長女としてお生まれになりました。誕生の翌年、日本大使館一等書記官として久志さんは当時のソ連の首都モスクワに家族と共に赴任しました。2歳になった皇后陛下はモスクワの私立保育園に通い始め、ロシア人の子供たちと一緒に過ごされたそうです。すると、わずか3ヶ月ほどで皇后陛下はロシア語でも不自由なく生活できるようになったと言われています。その後、小和田氏のニューヨーク赴任が決まり、皇后陛下はニューヨークの幼稚園やボストン郊外の高校、そしてハーバード大学で学業に励まれました。途中日本に戻られ、高校時代は日本で過ごされましたが、小和田氏がハーバード大学客員教授、そして在米日本大使館の講師となったのを機に、皇后陛下も再び渡米されたのです。皇后陛下はマサチューセッツ州立ベルモントハイスクールの2年生として編入されました。渡米時、皇后陛下は高校1年生だったため、本来なら1年生に編入するはずでした。しかし、優秀だった皇后陛下は飛び級され、高校2年生から高校生活を始められたのです。当時の皇后陛下のニックネームはブレインだったそうで、すでに聡明さが際立っていたことがよくわかりますね。大学入試では、皇后陛下はアメリカの名門大学に次々と合格されましたが、最終的にはアメリカ最古の名門校、ハーバード大学を選択されました。卒業時には、学部でわずか3人だけが受賞できる優等賞を授与されるほど、優秀な成績を収められました。皇后陛下は語学力はもちろん、教養や姿勢、国際経験も遺憾なく発揮され、幼少期から活躍されていたのです。そして、ハーバード大学を卒業後は、東京大学を経て外務省に入省し、久志さんと同じく外交官の道を選ばれました。外交官として財務省北米局にも勤務されたそうです。アメリカ通商部を相手とした国際交渉の場でも通訳としての任務を果たしたほど英語が堪能でいらっしゃいます。皇后陛下になられてからも通訳を軽く凌駕してしまうほど英語はネイティブレベルだと言われています。通訳を手持ち無沙汰にさせてしまうこともしばしばあるのだとか。また、皇后陛下は英語のほか、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語なども話されるそうです。このように類稀な知性と語学力をお持ちの皇后陛下。何事にも努力を惜しまず結果を残されてきた皇后陛下にとって、オックスフォード大学への留学には心残りがあったのかもしれません。さて、イギリス公式訪問最終地である思い出深いオックスフォードへ向かう途中に予想外の事態が発生しました。オックスフォード大学はロンドンの中心部から約80キロほど離れた場所にあります。ロンドン中心部からオックスフォードへの高速道路で事故が起き、大渋滞に巻き込まれたのです。同校の報道陣は3時間半も立ち往生しました。両陛下は渋滞した高速道路を避け、一般道を迂回して向かわれました。そのため、ロンドンから車で1時間半ほどかけてご到着になったのです。と、関係者が明かしています。実際、予定より40分ほど遅れて、両陛下がお着きになったそうです。到着が遅れましたが、オックスフォード大学、ベイリオルカレッジでは、クリストファー・パッテン総長ら大学関係者に温かくお迎えいただきました。さらに天皇皇后両陛下を一目見ようと数百人の市民が集まり、お二人を歓迎していました。宮内庁の発表によると、このカレッジではチャペルやチュートリアルルームもご見学され、皇后陛下は留学時代の思い出を大学関係者らと語り合われたとのことです。大学内を散策しながら、皇后陛下は留学時代の記憶をたどられ、仲睦まじく天皇陛下とお話しされていたようです。予想外の出来事はありましたが、その後、無事にオックスフォード大学にて、皇后陛下への名誉法学博士号の授与式が執り行われました。この名誉博士号は、天皇陛下が1991年に授与された名誉法学博士の学位と同じものです。この名誉法学博士号は、大統領や国家元首に贈られるような非常に栄誉ある称号であり、世界各国から注目を集めました。この授与には、皇后陛下のこれまでの学問や国際交流への貢献に対する称賛の意が込められていました。皇后陛下にとっては、オックスフォード大学から学位を受け取ったような感覚だったかもしれません。34年間の心残りが晴れた瞬間だったことでしょう。皇后陛下は、この授与を受け、感謝の意を表すとともに、日本とイギリスの交流がさらに深まり、強固な絆で結ばれることを願う、お言葉を述べられました。オックスフォード大学の伝統や格式を尊重した、アカデミックガウンをまとう、両陛下のお姿に、現地の人々も関心を寄せていました。このオックスフォードへの訪問は、天皇陛下は2001年以来、皇后陛下は留学後初めてとなり、感慨深い再訪となったことでしょう。なお、天皇陛下は、1983年から1986年にかけて、オックスフォード大学のマートンカレッジに留学されていました。当時の天皇陛下は、マートンカレッジで寮生活を送りながら、一般の学生として、貴重な時間を過ごされていたそうです。普通の学生がするような、買い物や外出、友人との食事なども楽しまれ、すべてが新鮮で貴重だったと振り返っておられます。アイロンがけなどの身の回りのことをするのも初めての経験で、オックスフォードでの生活すべてがかけがえのない時間だったと語られています。バートンカレッジ在学中にはテムズ川に関する研究に励まれ、その後経験は著書テムズと共に英国の2年間にも綴られています。両陛下はベイリオルカレッジの後、オックスフォード市内を散策されました。オックスフォードの街では、ヨーロッパ有数の歴史ある図書館など、思い出の場所を訪れられたそうです。お二人は、建物や街並みを懐かしそうに眺めながら、沿道に集まった市民にも、優しく手を振ってお答えになっていました。取材でお話しされていたように、皇后陛下と共に、この地を訪れることを心待ちにしていた天皇陛下、そのお顔は普段以上に笑顔に溢れていたそうです。オックスフォードを十分に堪能されていたのではないでしょうか。そんなお二人の思い出が詰まったオックスフォード訪問。これらのニュースやエピソードについて、海外から様々な反響が寄せられています。その一部をご紹介しましょう。待ちに待ったオックスフォードへの再訪なのに、アクシデントとは、きっと、両陛下は内心焦っていたのではないでしょうか。このようなアクシデントが起きても、このロイヤルカップルはいつも笑顔を絶やさない。どのような心持ちでいれば、こんなにも穏やかでいられるのだろう。予想外の出来事があったにもかかわらず、オックスフォード大学に到着された時も、両陛下は笑顔だったそうですね。両陛下の表情からは、全く焦りが感じられなかったそうです。雅子様の英語はネイティブレベルだと聞きました。全く違和感がないそうです。もっと雅子様が英語を話されている場面を拝見したいものです。私は雅子様が話す英語のアクセントが好きです。非常に流暢で聞き取りやすいと思います。日英関係だけでなく、雅子様にはもっと日米関係でも活躍してほしいです。今回の天皇皇后両陛下のイギリス訪問は、数々の困難を乗り越えて実現したのだと思います。新型コロナウイルスの世界的流行やエリザベス女王の崩御など様々な出来事がありましたからね。両陛下も感慨深かったことでしょう。天皇皇后両陛下が揃って名誉法学博士号の学位を授与されるなんて、これほどイギリスに貢献したロイヤルカップルを私は見たことがありません。日本とイギリスの友好関係には、天皇皇后両陛下の笑顔は欠かせないですね。オックスフォードでの両陛下が一番くつろいでいらっしゃったのではないでしょうか。お二人とも本当に楽しそうです。イギリス滞在中の天候も最高だったそうですね。天気まで味方につけてしまうとは恐れ入りました。思い出の地であるオックスフォード大学に戻ってこられただけでなく、名誉法学博士号まで授与されるとは、卒業証書以上に嬉しかったかもしれませんね。雅子様は、オックスフォード大学だけでなく、ハーバード大学も卒業されているのですか？こんなに優秀な王族は他にいるのでしょうか？私は、雅子様以外に知りません。天皇皇后両陛下は、学問の面でも素晴らしい功績を残されているのですね。日本のロイヤルカップルは、スーパーカップルだと思います。イギリスが羨ましいです。次は、私の国にもお越しください。天皇皇后両陛下なら大歓迎です。以上、海外からの反応をご紹介しました。海外からも皇后陛下の教養やキャリアに感嘆の声が上がっていました。オックスフォード大学から名誉ある学位を授与されたことはもちろん、皇后陛下が話される英語が流暢でネイティブ並みであることにも、世界中から注目が集まりました。予想外の出来事にも動じず、冷静かつ穏やかに対応された天皇皇后両陛下の柔軟で上品なお振る舞いは、イギリスだけでなく、世界をも魅了したようです。今後の天皇皇后両陛下の海外でのご公務にも、大いに期待が寄せられていますね。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。